はい、今日はね東京ディズニーシーに来てるんですけども、ディズニーシーに来たらですね、セキュリティキャストさんがね今ここでね金属探知機のなんかテストみたいなやってるんですよね。おそらくね近々ここ全部のね金属探知機のゲートがオープンするのかなって思います。こんな感じでなんか車椅子の方とかねなんかセキュリティさんがカバンを持ってね実際にチェックみたいな感じでゲストの感覚になってねやってます。まあ、だいぶ最近はね人数増やしましたからねそろそろ金属探知機設置されるのかと思われます。一応ねパーク再開後はね全然ないんですけどもここ全部のゲートにね金属探知機がね今設置されてますからね近々やられるんでしょうね。こんな感じですごい研修受けてますね。ということで、まあ、今日はねちょっとした情報でございました。おそらく近々金属探知機がね、オープンするであろうというお話ですね。それではありがとうございました。